トランシリアン。トランシリアンは、パリ近郊のイルイコールドイコール、フランス地域圏で行っている鉄道による旅客輸送サービスである。また同サービスに含まれる路線や列車を指す名称としても用いられる。トランズリアンは、TGV やテアと同様に、フランス国鉄の商標であり、1999年9月20日から用いられるようになった。 それ以前は単に郊外列車と呼ばれていた。トランシリアンには、ラーやトラムのうちフランス国鉄の担当する部分も含まれるが、競技にはこれらを含めず、パリ市内の地上のターミナル駅を起点とする路線、列車のみを指すこともある。この記事は主に、競技のトランシリアンについて解説している。トランシリアンには13本の主要路線、うち5本はラーがあり、 アルファベット1文字の路線名が付けられている。多くの路線は、末端部で多数に分岐している。路線の起点駅は、パリ市内では、サンラザール駅、北駅、東駅、リヨン駅、モンパルナス駅の5つである。かつては、オルセー駅、1900年までは、オステルリッツ駅、アンバリット駅も、郊外路線の起点だったが、両路線は1979年から、 直通運転を開始しラーシー線となったためこれらの駅は始発駅ではなくなった。また、バスティーユ駅を起点としていたバンセンヌ線、リュクサンブール駅、1895年まではダンフェールイコールロシュロー駅を起点としていた総線はパリ交通公団に移管されてラーカサテイル。 トランシリアンに属する路線の総延長は 1280km、駅数は388である。1日あたり約5000本の列車が運行され、総運行距離は約17万 km になる。利用者数は1日平均250万人で、これはフランス国鉄全体の3分の2にあたる。電化方式は北側のサンラザール駅、北駅、 東駅発の路線は、交流 25KV、50Hz であり、南側のリヨン駅、モンパルナス駅を起点とする路線トラーの C 線の大部分、東西ともは直流線5 0 0 v である。ただし末端部では、例外もあり、また非電化区間も存在する。シンボルマークは、緑色の木の葉に、白抜きの T の字である。これと SNCF のロゴタイプを組み合わせて用いる。 こともある。パリと郊外を結ぶ最初の路線は1837年8月26日に開業したパリ、現在のサンラザール駅ルペック、サンジェルマンイコールアンイコール、例の対岸まである。その後19世紀半ばまでに各方面への路線が相次いで開業した。これらのターミナル駅は方面別に分かれており、当時のパリ市街地の周辺部に位置していた。また、 運営会社も方面別に5社に分かれていた。このほかこれら放射状路線を連絡する環状路線プティト・サンチュールがあった。1938年に方面別に分かれていた会社を統合しフランス国鉄が発足した。1960年代から郊外路線をパリ市中心部まで地下線で乗り入れるラーの事業が始まった。当初ラーの運営は ラトップが行うこととされていたが、後に SNCF も運営に参入することとなり、A 線西部の一部、B 線北部及び C、D、E 線は SNCF の担当となった。1999年9月1日には一等車が廃止された。これは1991年のメトロでの廃止に続くものである。郊外鉄道路線の開業により、 郊外からパリへの通勤が可能となり、パリ都市圏は、市境を越えて郊外へ拡大した。イルイコールドイコール、フランス地域圏は、セーヌ川やその支流川を大きく蛇行し、その間に丘陵が位置している。鉄道は勾配に弱いため、鉄道網はこれらの川に沿う形で発展した。このため19世紀から20世紀前半の都市かも、その線に沿って進んだ。 丘陵地の開発が本格化するのは、オートルートなどの道路網が整備された20世紀後半以降である。一方で鉄道の開通により、パリ市民が過密化する市内から、豊かな自然の残る郊外へ、行楽に出かけることが容易になった。このことはバルビゾン派や印象派などの芸術活動にも影響を与えた。ここでは特に断らない限り、 ラーとトラムを除く競技のトランシリアンの路線について、ターミナル駅別にモンパルナスから右回りに記述する。ラーとトラムについては、ラー、トラムを参照。また、途中駅は、主要駅のみ記載している。モンパルナス駅からは、オイコールドイコール、セーヌ県を経由し、イブリーヌ県方面への郊外路線が出ている。モンパルナス駅やその周辺には、ラーの路線は、 乗り入れておらず、モンパルナスを起点とする路線は、ラー化されていない。ウーダンから先は、イルイコールドイコール、フランス地域圏外である。ベルサイユ、ライコールベリエール間は、ユーセンと、また、ベルサイユ付近では、ラー、シーセントも重複する。プレジールグリニョンイエンは交流電化、その他は直流電化である。ラデファンス駅は、 サンラザール駅発の路線の途中駅であるが、ラデファンスを起点とする系統が存在する。ラデファンス対3イコールクルー間は、エルセント、ベルサイユ、ライコールベリエール間は、N 線セントそれぞれ重複する。ベルサイユ、ライコールベリエール間は直流電化、その他は交流電化である。サンラザール駅からは、O イコールドイコール、セーヌ県を経由し、イブリーヌ県北部、 バルイコールドワーズ県西部方面への郊外路線が出ている。かつてサンラザール駅を起点としていた郊外路線の一部は経路を変更してラーエ線の西部となっている。なおサンラザール駅近くにはラーエ、e、線のオスマンサンラザール駅があるがこの駅から出ている路線は東のマジェンタ駅方面のみでありサンラザール発の路線とは接続されていない。エルはさらに ラデファンス経由の南線とナンテール経由の北線に対別される。ナンテールマイナスセル G 間はラー A 線とラデファンス対ンイコールクルー間は U 線とそれぞれ重複する。サンジェルマンイコールアンイコールレイノワジーイコールルイコールロワ間は大環状線、グランドサンチュールの一部である。J 線はナンテール経由の南線とアルジャントイユ経由の北線に対別される。 ブレバル、ポールイコールビレ、シャールイエンは、イルイコールドイコール、フランス地域県外になる。ナンテールポワシー間は、ラーエーセンと重複する。J 線南線の一部区間は、エルンと並行するが、ナンテール付近など一部で経路が異なり、また、J 線の方が停車駅が少ない。北駅からは、セーヌイコールサンイコール、ドニ県を経由し、バルイコールドワーズ県東部、 セーヌイコールエイコール、マルヌ県北部方面への路線が出ている。北駅を起点としていた一部の路線は、ラービー線、ラーギー線となり、北駅の地下ホームを経由して、南方向へ直通している。エルモン・オーボンヌ・ポントワーズ間は、ラーシー線と重複する。また、ポントワーズ、クレイユ、間の以下の系統も H 線に含まれる。ブルイエールイエンは、ビルイコールドイコール、 フランス地域県外である。北駅ミトリー・クレイユ間は、ラー・ビーセンと重複する。ミトリー・クレイユは、ビーセンの終点であり、ビーセンはこの間多数の駅に停車するが、K センは、シャルル・ド・ゴール空港方面への分岐駅である。オルネーのみ停車する。タマルタンイエンは、イルイコールドイコール、フランス地域県外である。東駅からは、セーヌイコールサン・イコールド、ドニ県を経由し、 セーヌイコールエイコール、マルヌ県方面への路線が出ている。かつて東駅を起点としていた系統の一部は、ラー・イーゼンとなり、東駅近くのマジェンタ駅を経由して、オスマン・サン・ラザール駅をターミナル駅としている。ピーゼンは、シェルグルネーとグレッツイコールアルマンビリエに大別される。東駅、マジェンタ駅シェルグルネー、トゥルナンカンは、ラー・イーゼンと重複する。 E 線にはこの間多数の駅があるが、P 線はこの間の途中駅には原則として、停車しない。クルイ、なんというイエンは、イルイコールドイコール、フランス地域圏外である。クロミエ、ダイコールフェルテイコールゴーシェ間はバスによる連絡である。トリュポール、ダイコールフェルテイコールミロン間とグレッツイコール、アルマンビリエ、プロバン間は、秘伝家、その他は交流電家である。 リオン駅からは、バルイコールドイコール、マルヌ県、エソンヌ県東部を経由し、セーヌイコールエイコール、マルヌ県南部に向かう路線が出ている。リオン駅発の郊外路線の一部は、ラーディ線となって北部まで直通する。リオン駅ムラン間は、ラーディ線と重複するが、ディー線は多数の駅に停車するのに対して、R 線は原則として、無停車となっている。は、 イルイコールドイコール、フランス地域県外である。1日1本のみ、リヨン駅近くのベルシー駅から、モントローへの列車が設定されている。全線直流電化であるトランシリアンの列車は、電車と客車が用いられる。客車には、運転席付き制御車が存在し、機関車を最後尾にした、プッシュプル方式で運転されることがある。電車、 客車とも2階建て車両が多数存在する。ここでは主に競技のトランシリアン及び SNC 会運営のラー路線に用いられる車両、一部ラトップ運営のものも含むについて紹介する。運賃は原則として区間ごとに定められている。ただし、パリ市内のラーについてはラトップの路線やメトロと共通の均一運賃制となっている。 またゾーン制の定期券であるカルトランジュがあるが、これはイルイコールドイコール、フランス地域圏外の駅では使用できない。このホカベルサイユ宮殿やフォンテーヌブロー城といった観光地の入場券とセトになった割引乗車券も存在する。パリに近い一部の駅には自動改札機が設置されているが、その他の駅では改札はなく信用乗車方式となる。 トランシリアント長距離線では乗車券の大きさが異なるため、国印機は長距離列車用のものとは別になっている。また信用乗車方式の区間では、検察係が駅や車内を巡回している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。